こんにちは、かけまつです。VAB を中古で買いたいんですけれども、何かこう注意点があるのか、動画作ってくださいというリクエストがあったんですけれども、すみません、僕はあんまり詳しくないし、中古を買ったこともないので、ちょっとその辺よくわからないんですけど、やっぱり一番は走行距離なんじゃないでしょうか。走行距離はそうですね。まあ、ようけ走っててもやっぱり5万キロ未満がいいんじゃないかな。少なければ少ないほどいいんですけれども。GPS を測定しましたよ。僕のはまだ1万2000なんですけれども、これぐらいだったら買いですよね。あと、そうですね。まあ、あとは、そうですね。こういう整備手帳っていうのがあるんですけど、ディーラーが作ってるんですが、点検行くとこういう風にですね、点検記録つけてくれるんですよ。こういう感じで、で VAB やったら点検パック絶対入ってると思うので、まあ点検の履歴っていうのが残ってて、整備手帳のある VAB ですよねを買うことが一番いいんじゃないかなと思います。これはクラシックカーディーラーズっていうテレビでやってたんですけど、事故歴がないかどうかっていうのは、このスペアタイヤハウスあるじゃないですか。ここを開けて、ここに歪みがなければ、まあタイヤ取らないといけないんですけれども、ここに歪みがなければ、まあ事故歴、お釜掘られた歴とかがないっていうことになるので、まあ事故車じゃないっていうなんかそういう基準になるみたいです。あと一応ですね、フロントもそうなんですけど、下から覗き込んで歪んでるとかへこんでるとかがないか見てもらった方がいいです。もう見える範囲でいいんですけど、バンパー裏とかですね、どっか曲がってたりとか歪んでいることないか、まあ言ったらそのぶつけた履歴がないか、こういうところで調べることができると思います。こうですね。一応フロントの方も見てみましょう。まあちょっとエンジンの状態がどうなのかとかはもうほんま見た目わからないんで、そうですね、フロントもまあ見える範囲でいいので、まあ、ちょっと下がね、アンダーカバーかかってるから見えないんですよね。下側からどっかへこんでるとか歪みがないかとかいろいろ見ていただいて、それとあとはそうですね、まあ側の話したんですけれども、まあその買うところの中古車屋さんのその保証力ですよね、ちゃんとしているのかどうかを調べて買うのが一番いいんじゃないでしょうか。何かあったらそこで保証してくれるっていうのが一番大切やと思います。その中古車選びのポイントなんですけれどもすいません、あんまり詳しくなくて。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。